写真拡大。尾形監督は就任時から投手を中心とした守り勝つ野球と言い続けてきた。だがリーグ4連覇を逃した今季、守備に安定感を欠き、スタートダッシュに失敗した。5月には球団月間最多記録の20勝と巻き返したが、V が決まった9月19日、DeNA 戦後にボーヘッドコーチが守備が乱れてドタバタしてしまったと今季の敗因に挙げた。開幕から5カード連続負け越しは重く響いた。開幕カード1勝1敗で迎えた3戦目、3月31日、巨人戦。3-3で迎えた9回、先頭ビアヌエバの打球を阿部が捕球し損ねるなど、チームで1イニング3失策。いずれも失点につながっており、この回3点を奪われカード負け越しへ直結した。その後もミスは続く。4月10日ヤクルト戦では延長10回に3失策を含んだ12失点を喫する大敗だった。開幕から11試合で17失策は当時両リーグワースト。開幕から4カード連続負け越しから優勝した球団が2リーグ分立後過去にないことから、 V 率 0% のデータも浮上してしまった一戦だった。荒井、エルドレッド、丸が抜けたことを除けば、シーズン序盤のスタメンの顔ぶれはさっきまでとほぼ変わりなかった中での出来事。連鎖反応、緊張してみんな硬くなって入っていたと高ヘッドコーチ。山田内野守備走塁コーチもエラーが重なると自然と硬くなる。届くのがもう半分届いてなかったりということもある。意識しなくても自然となると振り返った。なかなか負の連鎖を脱却できない序盤が続いた。26日現在で87失策、守備固めも敷き、リーグワーストからは脱した。ただ8月10日阪神戦、京セラでのこと。3回までに5点を奪い、3点をリードしていた。6回はメヒアから三好に、7回には松山から野間に交代して守備を厚くした一方、追加点を奪えず2点リードの9回に逆転スリーランを食らい、サヨナラ負けを喫した。